わっさっ、いや、ビムラです。はい、ということで今日はですね、巷で最近噂になっているスポンジボブコラボが来るんじゃないかというお話について今日はね、深掘りしていこうかなと思います。はい、まあもうみんなね、結構噂になってて知ってる方もいると思うんですけども、結構今本当にね、騒いでるというか、みんながで、これ来るんじゃねみたいな、はい、っていうのがあったんで、それを今日はまとめていきたいと思います。ということでやっていきましょう。チャンネル登録と高評価よろしくお願いいたします。いきますよ、レッツゴー。はい、ということで、じゃあまずね、こちらの動画をご覧ください。これね、先日ブロスターがね、出したティーザー、まあ動画なんですけども、まあ最近出てくるね、あのボニーとかジャッキーとかの、まああの海底の新スキンの子たちがいて、でハンクが来ると、でスプレーやるなよって言われてて、ジャッキーが中指立てるとっていう感じでね。ジャッキーって結構ね、荒々しいんですよ。なんだっけ、ジャッキーのキャッチフレーズもね、なんか言っちゃいけないことを言ってるから、ああいうなんかごまかしてる感じなんですけど、そういう感じで、実はジャッキーは結構やばいやつだったっていうね。はい、でこのティーザーの、もうそろそろ終わりなんですけど、ここら辺ですね。さあ、海底の奥深く何かがいる。さあ、ここです。今のところもう一回ちょっとストップしますね。ここです。ここ。はい、ここでストップ。見てください、これ。これがね、ちょっと噂に最近なっているやつなんですけども、完全にこれがビキニタウンじゃないかという感じでちょっとお話しされています。これね、もう完全に、でも本当にね、完全にビキニタウンなんですけど、まず、じゃあちょっと比較の画像を出します。こちら、ドーン。はい、こちらの画像なんですけども、まずね、真ん中に怒りがありますと。はい。で、比較の、画像も、まあ、左の方に怒りがあると。はい。これ建物ですね。ビキニタウンの。で、右側ね、ティーザーの動画の最後に出てる、方の画像だと、右側になんか風車みたいなものがありますと。で、それも、まあ、右側にあると。はい。そして、この動画の左上に、ちょっとね、浮き輪っぽい、オレンジっぽいものが、まあ隠れてるっていうかね、影になってるんですけど、これはね、ビキニタウンっていう看板が書いてある、まあ浮き輪みたいな感じですね。それが立ってる。はい。で、もうほんと、もうなんかもうこのね、建物とかどうでもいいんですけど、確定なのがこの空ね。この空ね、スポンジボブのアニメの空なんですよ。この花みたいな。うん。このね、あれクラゲもいるしね。え、クラゲいるじゃん。今思ったけど。え、完全じゃん、もう。はい。もうこれだけで正直、スポンジボブコラボ確定でしょって、みんななってると思います。はい。なってると思うんですけども、さらに深掘りされたね、まとめた画像が あるんですけども、それがこちらでございます。ドーン。ドーンじゃない。はい。ということで、こちらですね、ドーンとか言ったけど、こちらに、画像があります。このね、BTLM さんっていう方がまとめているのがありまして、スポンジボブ×ブロールスターズ、新シーズンのアニメーションの中、ビデオの最後にスポンジボブの笑い声とともにビキニボトム、まあ、ビキニタウンのティーザーが出てきました。ブロールスターズに隠されたスポンジボブへの言及をチェックしましょうということでね、まあ、最後の一応ね、この動画多分聞こえてるか分かんないんだけど、スポンジボブの笑い声が出てるということでね、まあ、俺はあんまりなんか日本のスポンジボブ見てたから、スポンジボブの笑い声って感じしなかったけど、アメリカとかね、英語版だと多分ね、スポンジボブの声だったのかなと思います。何かがいる。さあ、ここです。はい、そしてこちらの画像ね、見ていきましょう。まず、まあ、さっき言ったのが真ん中のね、ビキニタウンが、まあブロースターのアニメーションの、まあ、最後に出てきたよっていうのがまず一つ目ですね。で、もう一つがね、この左上、ブロール M プロフィールアイコン、VS スポンジボブ M ベルトって書いてあるんですけども、これはですね、ブロースターのこの M のプロフィールアイコンが先行プレイの方にあったんですよ。そう、これまだ実装されてないんですけど、はい、それがその M ベルトのアイコン、 M ベルトっていうか、もう M のプロフィールアイコンがこのスポンジボブの M ベルトと一緒なんじゃないかなって、はい、言われています。はい、その M ベルトのアイコンがこちらでございます。はい、もう完全に M の
まあ、マークでしょ。で、紫色の、ラインが入ってて、上に黄色なのよ。ここが黄色じゃなかったらちょっとわかんなかったけど、もう黄色なのよ。もうスポンジボブのやつなのよ、これ。ね。もうこれで、ね、まずね、二つ目か。これで。二つ目が、この M ベルトのアイコンが、先行プレイのこの開発ビルドの方に入ってるよっていう。もう開発ビルドに入ってるってことは、もう、まだね、実装されてないから、次のアップデートで実装されるよってことなんですよね。はい。今、準備中だよってことなんですよ。はい。ってことはよ、8月の末に、ブロスタトークが来るんですけど、そこでもう 100% スポンジボブの、ブロスタトークが絶対来るっていう感じになってます。もう俺らの中でね。でもみんななってると思うんだけど。はい。そして最後なんですけども、こちら。クランシーズネーム、カウンズフロームクランシーブラウンズ、アクター風ボイス、ミスター、クラブズ。はい。これなんですけども、このクランシーっていうね、新キャラが出たじゃないですか。そのクランシーっていう新キャラの名前の由来が、カーニさんの声優のクランシーブラウンから来てるんじゃないかって言われています。もう、なんかすごいよね、つながりが。俺さ、クランシーが出た時にさ、カーニさんじゃん、みたいな。カニカーニやん、みたいな。カニカーニのハンバーガー作ってるカーニさんやん、みたいなこと言ってたじゃないですか。ガチでした。ガチのカーニさんだった。はい。まあ、これが本当かどうかわかんないけど、見た目がカーニさんで、クランシーという名前で、で、このカーニさんの声優がクランシーブラウン、もう絶対クランシーブラウンから来てるよねっていう話で今盛り上がってるという感じになってます。はい。これすごくない？これ確定でスポンジボブだよね。はい。あ、これね、背景のこの花みたいな。これがスポンジボブの空ですね。はい。ということで、BTLM さんの、ツイートを見てきました。はい。でね、なんかそれがちょっと、まあ、ね、いろいろ言われてるが、こういう感じでね、スポンジボブの、まあ、スキンが来るとしたら RT でしょとか、こんな感じでね、絵描いたりとか、あとこうで、オーティスとイカルドがね、いろいろ話してるとかね、はい、こういうのが結構盛り上がってると、もう絶対ないやつ、これね。これ、カーニさんのスキンがグリフっていうね、これ絶対ない。でも、確かに、カーニさんってね、お金超大好きなの。だから、グリフのお金超大好きっていう設定と合うから、まあ、カーニさんとグリフっていう感じになってるかなっていう。はい。まあ、こういう感じでね、結構、なんだろうな。まあ、ブロスターアートでね、ツイートよくされていますという感じですね。はい。ということでね、こういう画像も出てきてます。こちら、スポンジボブアッシュ。で、俺もね、アッシュ四角いから、絶対スポンジボブと合うなと思ったら、こういうね、ブロスターアートも出てきました。これ本当に、そのままよね。本当にそのまま。俺も絶対こんな感じで、来ると思ってる。で、イカルドがアンジェロね。アンジェロとイカルドのスキンとか。はい、俺はそう思ってるね。あとはね、こんな感じで、オーティス、イカルド、ハンク、なんだっけこの人。あ、パトリック。そう。ハンク、パトリックとか。結構みんなね、スポンジボブのツイートしてる M ベルトの話とかね。はい。っていう感じで、結構もうほぼ確定なんじゃないかなって言われていますという感じの内容でした。はい。ということで、以上がこちらのね、スポンジボブのコラボが来るんじゃないかっていうお話でした。はい。ということでね、いいと思ったら、スポンジボブのコラボ来てほしいと思ったら、チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。ということで終わりましょう。皆さん、それでまた、バイ。